あら、今日は早いわね。どうしたの？それは関心ね。神岡君も新聞部員らしくなってきたわね。いいわよ。じゃあ、お弁当終わりにしちゃうから、ちょっと待っててね。
今のままでも記事にならないことはないと思うけど、少しインパクトに欠けることは事実ね。そう落ち込まないで。そうね、物理の日下部先生に相談してみるのも手かもよ。そう、日下部先生、幽霊とかオカルト話の類は大嫌いなんだって。神岡くん、彼女星稜の卒業生って知ってた？高等部の時は科学部に所属していて、周囲が何もそこまでというくらいの反オカルト主義者だったらしいわ。ほら、それを固定観念っていうのよ。物事を別の角度から見ると新しいことが発見できるってことあるじゃない。だから日下部先生に反オカルトの立場から七不思議について話してもらえたら、何か新しい切り口が見つかるかもよ。それがいいと思うわ。彼女土曜日でもかなり遅くまでイカ準備室にこもっているはずよ。少し待ってくれな。コーヒーは入れるのに時間がかかるんだ。誰もまだ君の分まで入れるとは言ってないぞ。まあ私によっちゃコーヒーぐらい出しても構わんがな。謝ることはないよ。用件は何だい？土曜日の放課後に理科準備室に来るなんざ、どうせろくな話じゃなさそうだな。なんでまた私に？学園の七不思議なんてものには知識も興味もないよ。論客なんて大げさなものじゃないよ。ただ UFO とか心霊現象とかを真剣に論じる人間がいることが信じられないだけさ。科学的に分析なんかしやしない。輪が燃えているだとかの仮説を立てること自体、相手の土俵に立つってことだろ。だいたいその手の話は心理学か大脳生理学の分野で論ずべきもので、科学的な分析なんて時間の無駄だと思うがね。みんながみんなそうとは言わないが、大半はそれで説明がつくだろうな。まだ何か聞きたいことはあるかい？から手が出るとか、無人の音楽室のピアノが鳴ったとか、古典的なやつだったけどね。さっき言ったが興味がなかったからね。噂話で盛り上がる女子連中もいたが、まあ勝手にやってるという感じだったな。でも女子を怖がらせるのを生きがいにしている男子がいてね。あまり度が過ぎたんで
その時は徹底的に叩き潰した。失礼と思うなら聞くなと言っちゃおしまいか。なんだい。本当に失礼だな。そうだよ、子供の頃からこのままだ。周りが男兄弟で、飛ぶのも男の子とだけだったからな。よし、じゃあ今度はこっちから聞こう。私のこういう喋り方をどう思う？中身で勝負ってのにちょっと引っかかるわな。私は外見じゃ勝負できないってことかい？まあ大したことじゃない。なんだい、いきなり。そらまあ女も十七八になれば、ついた惚れたの一つや二つあるだろうさ。なんて言い草だよ。同級生でな、今のご時世からすりゃ化石みたいな男だったがね。登山部だった。冬休みの練習登山中、行方不明になってね。3日目に遺体で発見された。ちょいと辛かったね。辛い思い出は時が忘れさせてくれる。だが今でも彼の命日になると少しブルー入るけどな。ってのはどうだい？嘘だよ、嘘。もういいかい？調べ物の続きがあるんでな。取材力不足だな。結構面白いことになると思ったんだけど。日下部先生への取材を進めたのは、彼女が反オカルトだったことだけじゃないのよ。彼女ね、愛してて実はとっても怖がりなのよ。私は彼女の反オカルト主義もその怖がりの裏返しだと睨んでいるわ。それがね、そうじゃないのよ。
でもあの怖がり方は普通じゃなかった。子供の頃とかにトラウマが吸い込まれた事件があったのよ、きっと。そうだよ、帰ろうとしたらアキちゃんと一緒になったんだ。進むくんは？何か新しいネタ話は見つかった？不思議の取材苦戦しているんだよね。取材を強化しないといけないわね。休み時間や放課後だけじゃなく、1日くらいかけて徹底的にやる必要があるんじゃない？ねえ進くん、あきちゃん、明日の日曜日空いてない？このところ、ちょっとむしゃくしゃしていたの。いい気分転換になるわ。